神宮寺勇太新たに目指す音楽のジャンルに音楽業界期待の声。さまざまなジャンルのミュージシャンがナンバーガイを注目する理由とは。こんにちは、スコープ芸能です。9月23日夜6時30分から TBS にて放送されるカウントダウン TV ライブライブの2時間生放送に出演する第1弾アーティストとアーティストたちが披露する楽曲が発表され、ナンバーガイもそこに名を連ね、歓喜の声が多く寄せられています。もはやカウントダウン TV の常連となったナンバーガイは、メンバーの神宮寺勇太さんがプロデュースした楽曲稲妻のハイパーバンドバージョンをフルサイズでテレビ初パフォーマンスを行うとされており、一味違った稲妻の熱いパフォーマンスを見せてくれるとのこと。ナンバーガイは YouTube にて稲妻ハイパーバンドライブ MV を公開しており、バンド形態で披露される稲妻はダンスではなく、まるで一組のバンドのように熱気あふれる動きを見せています。このミュージックビデオは数日前から公開を予告していただけに、オリジナル音源とは一味違った稲妻を心待ちにしていたファンたちも多かったようで、その反響は凄まじいものとなりました。さらにバンドスタイルでのミュージックビデオには、ファン以外からも大きな注目を集めるあるポイントがありました。ナンバーガイを支えるように激しく音を奏でるバンドメンバーたちが超豪華メンバーだったのです。ミュージックビデオの最後、この作品に力を注いだスタッフたちの名前が並ぶ中、ナンバーガイのメンバーたちの名前はもちろん、バンドメンバーの名前も公開されており、そこにはドラムを務めるのはマスオさん、ベーシストはシュンさん、ギターは杉さん、もう一人のギタリストに高文、後継さん、 DJ スクラッチで楽曲を彩るのは DJ 伊蔵さんと表記されています。このメンバーたち、実は知る人ぞ知る超有名アーティストたちで、各界隈から驚きの声が上がりました。ドラムを務めるマスオさんは、日本のミクスチャーロックバンドのバックドロップボムのメンバーとして活躍しています。他にもブランキージェットシティの浅井健一さんと共に活動したり、ドラマーとして活動開始して以降常に注目を浴び続けている日本初ドラマーの一人でもあります。プロアーティストとの共演も多く、ニュース、山下智久さん、ジャニーズウエスト、現ウエストとアイドルグループの仕事もこなしつつ、阿部真央さん、木村カエラさん、土屋アンナさん、さらにパフィーといった女性アーティストのバックバンドでもきらびやかなドラムを奏でています。またドラムという楽器のセッティングにも造形が深く、ウーバーワールド、サカナクション、ザイエローモンキー、サンボマスターといったそうそうたるバンドの屋台骨を支えるドラムの調整にも力を貸すなど、その技術や知識は数多くのアーティストからも大きな信頼を得ています。続いてベースのシュンさんは、ファイブニューオールドというバンドのベーシストでもあり、オルタナティブロックなどから影響を受けた精度の高いサウンドメイクで幅広い層から支持を得ています。ナンバーガイとはゴート発表時期から縁があり、ゴートに始まり、稲妻、ノー、イエス、バナナ、テイクイットレイジーなど数多くの楽曲の提供を行っています。その他にも関ジャニエイト、スーパーエイトや桃色クローバー Z、 アドさん、ストーンズ、スーパーフライなど超大物アーティストたちにも楽曲の提供を行っている凄腕サウンドクリエイターでもあります。今後もナンバーガイに対しては数多くの楽曲の提供が予想されており、ナンバーガイのファンたちからも注目が集まっているアーティストの一人です。次はギターを務める後継高文さん。高校卒業後に上京し、ギタリストオーディションに合格。その後横浜アリーナのステージからプロとしてのキャリアをスタートするという、驚異的なスピードでミュージシャンとしての出世街道を歩んだだけに、その音楽的センスと技術量は多くのギタリストからの憧れの的となっています。豊富なステージ経験やジャンルを選ばない演奏力は音源に勝るとも劣らないライブでの演奏につながっており、
プロミュージシャンがギタリストを選ぶ際は真っ先に後継さんの名が出るほどだといいます。ビッシュをはじめアイナ・ジ・レンドさん、アドさん、リサさんといった力強く歌い上げる女性ボーカルの他に、エレファントカシマシや華原朋美さん、スキマスイッチ、ヒプノシスマイクなど日本を代表するポップミュージックにも大きな力を提供しています。関ジャニ8、現スーパー8の友よや、ストーンズ、ナビゲーター、ウィズ・ザ・フロー、スノーマン、ビッグバンスイートなど現スタート社のアーティストにも楽曲を提供しており、ジャンルを選ばないという文言が嘘ではないことを証明しています。そして特に今回のバンドバージョン稲妻で特に注目を集めているのがもう一人のギタリスト、杉さんです。杉さんはコールドレインという大人気ロックバンドのギタリストを務めており、日本ではワーナーミュージックジャパン、海外ではホープレスレコードと世界を股にかけた活動を評価され、最大級の事務所と契約しているアーティストでもあります。コールドレインのライブ時にはシャウトやコーラスも担当しており、そのライブパフォーマンスと演奏技術は根強いファンも多くいます。バンド結成1ヶ月ほどでシングルファーストデモをライブ会場で2000枚の限定販売を完売させるなど、その実力は確かで、2008年11月5日ファーストマキシシングルフィクションをリリースし、メジャーデビューとなったコールドレーンは活躍の機会を驚くべきスピードで増やし、数々のタイアップソングを手掛け、さらにライブやフェスの開催を務め上げるなど、並々ならぬ底力を感じさせています。ナンバーアイとコールドレーン双方のファンが今回の共演に大きな興奮を示しており、ギターコールドレーンの杉じゃん、まさかのまさかのあの杉がナンバーアイと共演するなんて感涙、なんかもう3人の魅力あふれすぎてて感無量と、ファンにとって大好きなアーティスト同士の共演が実現したことで大きな喜びと感動の声が多く寄せられ、今後の両者のコラボレーションやライブでの共演に高い期待が寄せられています。そして稲妻において最も重要ともいえる DJ のスクラッチ音を巧みに操るのが DJ 伊蔵さん。14歳の時に見たテレビ番組に触発されたことで、15歳から DJ を始め、2000年からは毎年6000人規模の観衆を集める世界最大の DJ バトルイベントの DMC ワールドファイナル予選大会に出場するという DJ の夢を叶え続けている超大物 DJ です。 DMC 世界大会では2005年シングル部門第3位、そして2011年シングル部門第2位という輝かしい戦歴を持ち、2012年にはシングル部門でチャンピオンを獲得し、日本人としては2002年の DJ ケンタロウ以来10年ぶり2人目の快挙を叩き出した人物でもあります。このようにそうそうたるメンツを集め、まさか元アイドルとは思えない新たなスタイルで楽曲を披露したナンバーガイ、応援しているファンたちの大半はこのスタイルチェンジを歓迎し、ナンバーガイ自身も一新したスタイルながらすでに洗練された歌唱とパフォーマンスを披露しています。そんな中である音楽ライターはこう語っていると言います。ダンスがキレッキレでかっこいいとファンは大いに盛り上がってはいますが、それでも大概の人がライブにはついていけてないと言うんです。それは曲がハードすぎるから。特に平野さんのファンは年齢層の幅が広く、下はフェミニンなフリフリでお嬢様風の若い世代もいれば、50代60代の主婦層も多く見受けられます。これらの女性ファンたちはゴリゴリでハードなラップ調の楽曲に馴染みが浅いことから、ライブでも乗り切れてない様子が見られるとのこと。音楽ライター誌による平野さんのファンの取材によれば、曲としてはよくわからない、もっと王子様的な歌も歌ってほしいと過去を懐かしむ不満の声も上がっているそうです。キンプリ時代から好きなファンはきっとそうでしょうね。とはいえ彼らはこのまま突き進むでしょうし、人気ラッパーとの交流もある。今後の課題は海外ファンを増やすことです。その一方、ナンバーガイが発表した楽曲のミュージックビデオは
コミカルでアイドルチックな面も垣間見えています。そこはこの3人の良さとも言えます。いつか神宮寺さんが好きだと公言したバッドホップみたいな雰囲気になるとガラッとファン層が変わるかもしれませんね。バッドホップとは神奈川県の川崎市を拠点に活動する8人組ヒップホップグループです。やんちゃ系なイメージもあるバッドホップですが、その生き様や楽曲のかっこよさは多くの若者から支持を得ており、神宮寺さんもその生き方と楽曲の虜となった一人なのでしょう。ナンバーガイは様々なジャンルを彼ら流に昇華するのがとても得意なグループ。これからも未開のジャンルに挑戦し、多くのファンに愛される楽曲を私たちに届けてくれることでしょう。皆さんはどんなナンバーガイが見てみたいですか？ぜひご意見をお聞かせください。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。